こんにちは、吉谷さん。まあ私がね、社名を残しているのはちゃんと訳があるんですよ。私はね、個人で活動している面もありますけども、会社として機能している部分もあるんですよね。でもちろんね、そんなにやたらめったら忙しいわけではありませんけども、きちんと法人の取引先がいて、その法人との取引は続いてるんですよね。で、この取引なんですけども、基本的には私の放送によって集客をして、そしてプレゼンまでに及ぶというのが、まあ、私の仕事になります。ここ1年半ぐらいは今回の、ね、感染症騒動に、影響を受けてですね、ちょっとそことの取引はうまくできてないんですけども、要するに海外旅行の会社と取引してるんですよね。海外旅行に行くためにはちょっとお金が必要じゃないですか。で、どこまで話していいのかな。お金をね、稼いでいただいて、その稼いだお金の次っていうのは、特に私こうしましょうああしましょうって言ってないんですけども、一部の方にはですね、海外に一緒に行きましょうと、私と一緒に行くんですよ。で、私と一緒に行ってツアーに参加して、そしてツアーの途中でですね、為替とか金融とかのそういった勉強会があるんですよ。ですので、そこそこ資金を作った方、そこそこって言ったらちょっと大きめの資金ですよ。やっぱ数十万から数百万という余剰資金を作れるようになった方向けの、なんていうんですか、セールスといいますか、情報提供というね、ちょっとグレートアップしたところにあるわけですよね。で、取引先様から見ると、久保哲郎でもいいんですけども、取引先様には取引先の都合があってですね、やっぱり会社であり代表取締役がいてっていう風な形を取らないと、なかなかね、難しい面があったり、あとはね、伝票の問題ですよね。私の動画もアカウントごとにいろいろと切り分けられているんですけども、久保哲郎で放送している分にはね、特に何もないんですけども、法人の院とかがいる場合っていうのは、様々な金融機関ですとか取引先の都合で、YouTube のチャンネル名ですら社名が入っていた方が通りやすいという事情があるんですね。この辺は法人をやっている、私だからこそ、私2005年ぐらいから法人の方を立ててやってますんで、その会社の法律とかね、約款とか、ああいったものにまだ名残があるってことですかね。で、私もですね、やっぱりね、古い株式会社の形を踏襲しながら進めてる面もあって、で、個人で稼いでいくっていう面もあって、その割合がだんだん、いわゆる昔ながらの法人の割合が随分減ってきたっていうことなんですよ。完全にゼロにはなってないし、してないんですよね。いろんな事情があってですね、一人で稼いではいるんですけども、ただ法人としての久保哲郎と付き合いたいための、付き合いたい、方のための、社名が残るということですね。これ全く消してしまうと、これはこれでね、いろいろとね、面倒事が起きるんですよ。別の中ね、方便を作らないといけないんですね。そういうふうな、まだ社会の枠組みってのがある中でやってますから、自分の思いだけでやるもんでもないし、で、大して手間がかかるもんじゃないですからね。だから、それすら切っていっても、問題ないといえば問題ないんですけども、ただね、やっぱり私のことをやっぱ求めてくださる方のためにやってる部分も当然ありますんでね、それが負担にならないわけですから、社名ぐらい PLH って残してもいいかなっていうところですよね。プロダクトローンチっていうのを使うための会社で建てたんですけども、現在プロダクトローンチはもう全く使ってないですよね。そういう形で、やっぱり名残っていうのはね、多少あるのかなと思います。何をするにしても、新しいことをするにしても、でもその名残に、束縛されるんじゃなくて、だんだんと、最初は株式会社10、個人としてのバリューが0だったものが、だんだん割合が変わってきて、今9対1ぐらいで個人の割合が9になってきたかなっていうところですよね。だからやっぱこう、法人っていうのは久保哲郎の分身人格ですから、それはやっぱり会計のためでもあるんですけども、それ以外のためにもね、やっぱり機能してるよってことなんですよね。だからこれから何か事業を始める方はあんまり気にしなくていいと思いますけども、私は店舗ですとかね、法人っていうものをがっつりやってきたところからの転身なんで、いろいろと手を切ってきた末で、切らない方がうまくやっていけるなっていうバランスに落ち着いたってところですかね。今後は分かりません。その取引先様ももしかしたら、
法人を必要としなくなるかもしれませんしね。特にインボイスとかが始まると、私の場合は全然インボイスじゃないんで、適格なんとかでしょ、あれから外れますんで、もしかしたら取引はそこで終わるかもしれませんけども、まあ、それも流れのままにということですね。すでに投資利回りでやってる私には取引先さえいらない、取引先すらいらないっていうことになりますけども、まあ愛想もないことになりますんでね、なんかつながっておきたいなっていう方とつながっておきたい形でつながっているというところですかね。はい、ちなみにね、これから YouTube 動画1万本上げるために1億円かかるっていうことになっちゃうと、ちょっと私はね、ちょっとあんまり払いたくないですよね。なんかただだからこそやってるって感じです。これがお金かかるんだったら多分ねやってないかもしれないですね。そうですね、やってないかもね。ですんでお金かかんないんでやりましょうってことになるんですけどもね。いってらっしゃい。